総会には実行委員会の会長を務める香川県の浜田知事らおよそ50人が出席しました。この中で総合ディレクターの北川フラムさんが出展を予定している22組のアーティストを発表しました。4回目となる瀬戸芸には756点の応募がありました。このうち海外からの応募が234点と初めて3割を超えました。また3回目の瀬戸芸でアジアからの来場者が増えたことを受けて、4回目はアジア交流プロジェクトに取り組む方針です。かなり著名な人たちが応募されている。だから瀬戸芸っていうのは世界全体の中の芸術祭としてもやっぱりかなり魅力あるものになってきてるんだろうと。島と島、そして地域とまさに世界との交流ということで臨んでいきたいと思います。第4回瀬戸内国際芸術祭は12の島と高松港宇野港を会場に来年4月26日に開幕します。